つものことながら、この運勢動画は本命星と自分の傾斜がわかる人は傾斜を参考にしてください。2024年2月の運勢ということなんですが、2024年のスタートをすることになりますから、2月から特別に2024年の九星の一言アドバイスを最初にお伝えします。これは1年間通してね、1年間通しての一言アドバイスです。そこから行きたいと思います。まず一泊水星、明るく元気に、時刻土星、何をしてもいい、行動あるのみ。三匹木星、あなたのためにやりましょう、自分のためじゃなくてあなたのためにやりましょうっていう心がけ。白く木星、諦めず完成させる。五黄土星、楽しんで緩む。六白金星、大胆に変化。地石金星、おしゃれが大切。八白土星、体を温める。九紫火星、コツコツ継続。これが2024年の心がけの一言アドバイスですので、それだけ心がけるだけでもね、全然運気に乗っていけますので、ぜひ参考にしてください。そして、2月の運勢は五黄が中級になって、運勢がいい星が3匹白く、そして天童や三号がついている、まあポイント高い星っていうんですかね、が、九四六白八白になりますね。なんで三匹四六はエネルギー高くて幸運気だし、九四六白八白もポイント倍増月みたいな、自分がやったことが倍増される月っていう風な感じで、エネルギー高め、そういう風になります。で、五黄中級の月なので、そうですね、問題解決できるかもしれない月っていう感じかな。そういう感じにしていきましょうかね。ですので、みんなで力を合わせて2月問題解決していきましょうみたいな運勢と思って、ということです。2月の全体運からいきます。壁の火は固く系なので、これは女同士の争いなんですが、真のところでは通じているっていうことを忘れないでねっていうことですね。そして、九州の人は七石の上に乗っかっていますので、今月2月は南で輝いている、目立っている、頭もさえさえっていう感じになります。まあ、目立ってますので、常に綺麗にするように心がけてほしいっていうのもありますね。そして自分が目立って見えてるってことは、まあ、高い位置にいて見えてるんですけども、っていうことは自分も見えるっていうことなんですね、周りがすごく。なので自分も人のことがよく見えて、九紫の人はね、あの人これができないわ、あれができないわってすぐ気がついちゃって、いけませんみたいな感じで注意するっていうか、そこできてないでしょみたいな、そういう感じなので、九神の言ってることはね、大体正しいんですけども、間違ったことは言ってないんですけども、今月は七石の上で可愛さみたいのが大事になりますから、正しさの主張よりも、その楽しさ、楽しげに、可愛く楽しげにしてた方が運気に乗れるよっていう2月なんですね。だから九紫の人、確かに正しいのよ、はい分かりましたってなっちゃうんですけど、それやってもあんまり得がない2月っていうことですので、できればできない人もいるとか、やれない人もいる、いろんな事情でちょっと鈍くって、九紫さんみたいにバリッとやれるとは限らないっていうことを分かってあげて、みんな一生懸命なんだからっていうことで優しく教えてあげる、こうやるんだよ、ああやるんだよっていう風に優しく教えてあげましょうということですね。九紫の人がね、近づいてて優しく教えると、みんな嬉しくなっちゃいますから、あ素敵ってなっちゃいますので、そういう風にしてあげてほしいかなって思います。
そして九子は情熱っていうものを持ってて、南の自分の本拠地で天道がついてるんですよ。太陽が太陽の本拠地で太陽を背中に背負ってるんですね。だから2月は情熱的なんです、すごく。だから周りがついてこれなくて情熱の空回りしそうな気配もある。うわーってなってキャーってなるんだけど、みんながついてこれないみたいな感じですので、まあその辺も空回りしてないかなみたいな感じでね、ちょっとこう情熱も心の中に秘めて、外見はちょっと可愛らしく緩めに行くようにすると、心の中に情熱持ってることはもちろん構いませんけど、外の顔は可愛く緩む感じで行ってくださいってことですね。じゃあまとめますと、一つ目が目立ちますので綺麗にして、二つ目が情熱的すぎるので空回り注意、そして三つ目が人のことをよく見えるから優しくしてねっていうことですね。優しくしてほしい九子さんっていうことですね。続いて2番ラッキーアイテム、ラッキーパワーストーンはローズクォーツです。優しく愛情たっぷりの雰囲気、ローズクォーツみたいな雰囲気でいきましょうか今月ね。可愛くて優しくってなかなかやるぜっていう意思なのでね、はい、そしてラッキープレイスはコンサートホールです。情熱的な音楽とかどうです、コンサート行くのもおすすめです。そしてラッキーフードはフルーツサンドです。いちごのフルーツサンドとか美味しそうだよね、ああいうのおすすめになります。そして3番目開運ワークは自分の中の可愛げがないところ10個書き出ししてみてください。九子の人ね可愛いんですけど可愛げないんです可愛げないところが可愛く見えるんですけど、でも気がついてくれない人もいるので、今月はちょっと可愛子ぶって欲しいっていうことで、可愛げないところ、自分ってこういうとこ可愛くないよな、ああいうとこ頼れなくってな、この間旦那さんが言ってくれたけどうるさいとか言っちゃったよなとか、褒めてくれたけど反発しちゃったよなとか、可愛げないとこあるじゃないですか。そういうの書き出して、次にそういうチャンスが来たら可愛くありがとうって言う、えへへとかありがとうとかまあねとか、なんかそういう風に可愛く返事するっていうことをしてほしいんです。そのために自分が可愛げないところをチェックする、10個書き出しっていうことをしてほしいっていうことですね。そして4番目星の特徴、今月は動物縛りなので、九子の動物は金魚になります。金魚とか熱帯魚もいいですね。最大吉報九子の人とか金魚飼うと開運っていうのがあります。ただ水はきれいに動いてるようにした方がいいので、ろ過する機械つけて水きれいにねするようにしてください。赤い金魚がすごい九子っぽいけど、デメキンも目が出っ張ってるから、九子って目っていう意味もあるからデメキンもあるじゃないかな。金魚割と好きで飼ってたんですけど、よかったら九子の人も金魚飼うと開運だし、最大吉報九子の人も金魚おすすめになりますので、だからああいう風に綺麗で赤くて華やか、そういうのが九子の勝利なんだよっていう、そういうことですね。はい、ということで九子の星の特徴4番は金魚でした。仮吉報は今頃行うものですか、 4月とかからはできたりするのですか。仮吉報っていうのは、引っ越しと違って、まあ、4月が今年、年番と月番が重なってる引っ越しのチャンスの月なんですよね。だから4月に引っ越しをするといいんだけど、仮吉報っていうのは4月に戻ってくるっていうことをしなきゃいけないから、前もって出るっていうことをするんですね。仮吉報っていうのは自宅があって、そのこっち側に住んでこうやって自宅に帰ってくるんだけど、この方位が吉報になるようにこっち側に行って
旦住むっていう技なんですよね。だから今こっち側に住んでるんだけど、ここから4月のいい日にこうやって帰ってくる方位が吉報になるということで、仮吉報というのは今頃から始めます。でも引っ越しは4月になったらここからいいところに引っ越せばいいので、引っ越しと仮吉報時期がちょっと違いますね。同じ吉報を取るんですけども、仮吉報の方が前もって動くっていうことになります。で4月から仮吉報やれなくはないですけど、戻ってくる方位が吉ならいつからでもできるんですけど、月番と年番が違うとチャンスが少ない。一人でやる分にはいいんだけど、月番と年番が重なってる時がチャンスなので、それが4月。来年は1月と2月ができるんですけど、という感じです。そして昨日テレビ見てたら、今年の恵方は東北東って言ってました。これは気学でも同じ方位ですか？これはねすごいややこしいんですよ、東北東問題ね。気学では東北東という方位はありません。一般的に360度を等分にした場合、東北東っていう方位が出るんですけども、気学は東西南北30度、残りの四隅が60度っていう8方位なんですね。だから一般的にね方位は分けるとね15ぐらいあるんです、方位が。だけど気学では8方位なんですよね。だから15分の1の東北東って言ってるんだけど、気学は東の30度になるんです。そうするとテレビとかコンビニで言ってる東北東方位と 2,3 度しか重ならないんですよね。薄くしか重ならないから、東北東方位は無視してください。気学でいう東の30度が恵方になりますから、そこに恵方参り行くようにしてください。恵方参りのやり方は私のメインチャンネルの方にあります。方位だけが今年は東っていうところが違うかなと思うので、方位だけ東にして、あとやり方一緒ですのでね。そしてライブ動画のご案内はヒロの公式 LINE よりしています。でヒロの公式 LINE 今登録すると7大特典だったかな、相性のお話とか、60種類の十二支のお話とか面白いお話が聞けますので、情報がプレゼントであるので、それを見てください。誰とでも仲良くなれる魔法の相性術とか、初心者向け気学の基本の話とか、毎月の開運デーの限定動画、毎日のラッキーフードとラッキーカラー、そういったものがプレゼントになりますので、公式 LINE 登録しといてください。また、私から毎朝の元気が出るメッセージとか仮吉報の様子なんかもちょっと配信して、ご迷惑じゃなければ受け取ってもらえるっていうことですね。なのでよかったら公式 LINE 登録お願いします。